なあ、しげきよくん。あ、しげちって呼んでいいかい？いいよ。しげち、これはもらえない。今おめえがやろうとしたことは、金で友情を買おうとしたのと同じことだぜ。そんなんじゃないんだ。友情っつうもんは、何かを通して育てていくもんだと思うのよ。オーラはただ、その…わかってる。おめえの気持ちもわかる。俺たちはスタンド仲間だ。でだな。これから一つのビジネスを通して友情を育てていこうじゃないか。はぁ？ビジネス？そう、三人で力を合わせるビジネスだ。ここ？それは肘ね。つまりよ、落ちてる小銭を拾うのはもう限界だと思うのよ。それよりシゲチーのハーベストを使ってもっと稼げるアイデアがあるんだ。え？はぁ？小銭を拾ってくるよりもっと稼げるアイデア？悪いことじゃねえし、誰も困らないことだ。どんなアイデアなの？そこがビジネスなんだぜ。アイデア料として稼いだ額の半分を俺と奥安にくれ。半分はシゲチーが取る。三人で組んで一大プロジェクトを達成するんだよ。それでみんなが幸せになれるっつうわけよ。それはいいけど、オラ何をするのかな。これ知ってるよな。ブルースタンプ。そう、東日本最大のチェーンデパートの一つ、亀湯で買い物すると100円につき1枚くれるシールさ。こういうの集めないで捨てるやつ結構多いと思うんだ。ほう、こういうのもあるぜ。文房具や明和堂でくれる補助券1枚20円、 CD ショップオスカーのサービス券10枚で2000円の商品と交換さ。クリーニングやおもちゃやメルヘンキッズ、これは四つ葉電気屋のカードだ。ここが肝心なとこだがよ、例えばこの亀湯なんかはキャッシュバックっつって現金でもらってもいいのよ。おお、まさか。わかったぞ、ジョースケ、おめえの考えてることを。お前たち行くんだぞ。1枚や2枚じゃただの紙くず。しかしよ、街中に捨ててあるやつを何千何万枚とハーベストで拾ってくるやよ。見つけたぞ。ゴミ箱の中見つけたぞ。おお、集まってくれ。どんどん。すげえスタンドだ。すげえぜ、しげち。しまた褒められた。破れている紙はクレイジーダイヤモンドで直せ。やったー。すごいわ、集まったか。いや、10万は超えてるぜ。うし、俺たちは無敵のトリオだぜ。監禁に行くぜ。しかし、ジョウスケてめえ、調子いい野郎だな。プライドがどの子の言ってたくせによ。みんなが幸せになるんだからいいんだよ。友情って、いいもんだよな。シ。奥安さん、ジョウスケさん、大丈夫かな。簡単にお金にできるのかな。落ち着け、しげち。ジョウスケを信じるんだ。奥安くん、誰だろう。奥安くん。ジョウスケ、どうだった、監禁はできたか。うん、うるせえこと言われたのか。 CD 屋とおもちゃ屋のキャッシュバックは不可能だ。しかし、いつでも4万円相当の CD やゲームソフトと交換できるがな。んなこっちゃねえよ、亀湯だよ。亀湯のシールはキャッシュバックできたのかよ。それがよ、ちと予想外の事態が起こってよ。予想外。